よけば。で、見てバカを見た、やってバカを見たっていう人ってあり得るんです。して今の町長の答弁も、住民には今のさらなる負担はさせないということは、まあ、おそらく言えないんでしょう。栃木市と比べれば、栃木の方が国庫税の方が高いわけだ。だけど、もともと住民は、その高い国庫税だって町民の中では高いんですよ、まだ。それを抑えるために全力を託すのは、当然まずの役割だし、この協議会の中だって、栃木市の国庫の滞納世帯もすごいですよ。うちなんて問題ないでしょう、それって。そして、今回私どもが行ったアンケートの中では、やっぱり皆さんが本当に望む内容っていうのはね、一番多かったのは、いわゆる高齢者福祉の充実、まあ、こういうのが多いですね。そして2番手に何が来てるかと思ったら、無駄な公共事業を削減してもらえる。住民目線ですよ。そういうところから外伝を生んでほしいっていう、そういう思いでもあるんですよ。確かにそんなに外部があったら皆さんそんなに裕福だと思ってないよ。みんなこれ答えてる人、その財源が裕福だったら上げる心配はしないでしょ。だからそういう住民目線を大切にした合併じゃなければダメなんですよ、合併する以上は。そして 3番手に来ているのが固定資産税の軽減、4番手が国庫税の軽減、これ並んでますね。これは住民の切なる思いですよ。これおべっか使って書いてるわけじゃないからね、これ。何でしょう、名前書いてないから、誰が書いたか分かんないから。そういうところのやっぱり配慮と、この協議会の中でのそこへの自民の思いを実現するための全力投球がやっぱり合併する位置を求められるので、そういう立場で、まあ、町長、最後の町長ということですが、まあ、あとは、まあ、合併に一人は決まってるけど、うまくね、市からどうなるかっていうのは、今度執行者が新しくなるわけですから、そういう部分はまだ未確定なんですけども、ここは選挙で決まるんですが、で出られる方も、まあ、2名ほど組長という意味ではあるようですが、まあ、そういう方とも町長は共にしているわけですから、そういう住民の声の内容をですね、きちんと伝えていただいて、そういう方向を努力していただいて、そのことを強く求めたいというふうに思います。そして私